こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、Amazon ブラックフライデーやるべきことということで、本日からね、先行セールが始まりましたので、そちらについてお伝えしていきます。それでは、行ってみましょう。で、今回お伝えする内容は、先日アップしたこちらのブラックフライデーのやるべきことについてお伝えしたんですが、それの今回はパート2としてお伝えしますので、ちょっとね、前回お伝えした内容と少しダブってしまうところもあるかもしれないんですけども、今一度ね、ぜひ見ていただければと思います。では、サクサクっとお伝えしていこうと思うんですけども、まずは、本日からですね、先行セールが始まりました。 Amazon のののブララックフライデー自体はででですすね11 12月月29日から12月の6日まで開催されてるんですけども本日11月27日から先行セールというのが始まりまりしたもうこれも正直ブラックフライデーとほぼほぼ同じです。で、これが開催されてると同時に、最大12%のポイントアップのキャンペーンも開催されております。それがこちらなんですけども、ポイントアップキャンペーン最大12%還元ということで、こちらはですね、先行セール、プラスブラックフライデーのキャンペーン期間中となっております。このポイントアップのキャンペーンについては、エントリーが 必要となっておりまして、合計税込み1万円以上のお買い物をすると、そしたらポイントが付与されるということで、ちょっとねまだお買い物する前なので特に僕はメーターが進んでないんですが、ここお買い物していくとどんどんねメーターが溜まっていきます。ポイントアップの方法として、プライム会になら2％、Amazon マ,マスターカードでの支払いなら最大3％で、対象カテゴリーを購入することでプラス7％のポイントの恩恵を受けることができます。今回僕の場合の対象カテゴリーはおもちゃとかホビーの購入となっておりまして、おそらく毎回のポイントアップのキャンペーンを 視聴者さんによってはですねこの対象カカテテゴゴリリーーががが違う場合あるかかもしれれまませんのののので、まあ、ご自身が何のカテゴリーなのか見ていいただければと思いますこの時期のね、おもちゃとかホビーであれば、クリスマスの時期が近いので、まあ、ご家族の方とかお子様にですね、何かプレゼントを購入されるとか、ということであれば結構ね、お得に購入できるのかなと思います。ですので、Amazon ブラックフライデーでもいろんな商品が安くなってるんですけども、そこからさらに、ポイントアップのキャンペーンもあるので、めちゃめちゃね、お得にお買い物ができちゃいますので、とりあえずエントリーをして、このキャンペーン 取り組んででみてはいかかがでしょうか続きまして、三つ目、セール対象商品一覧ということで、先ほどお伝えしたように、本日から先行セールが開始しまして、ご覧のように、セール対象商品の一覧ということで、様々な商品がね、出ております。これについてはですね、ほんとジャンル問わず、いろんな商品が安くなってるんですけども、例えば大幅値下げ商品として、ブラックフライデー先行セールとして、このアダプターであったり、あとは、アマゾンのファイアスティック TV の 4K のタイプですね、とか、ロン T とか、マスクであったり、イヤホンもめちゃめちゃ少なくなって いますね、他にももこちらのコップとかもそうで、すすしああとはパスタであったりりりココカコーラなどなどか、ね、値下げされててる商品も出ておりますでこの画面からもう少し下がると、ジャンルを絞ってですね、セール商品を見ることができるんですが、例えばこれですね、Apple の AirPods Pro 2。こちらアップ e の AirPods Pro 2ですね。僕も今ね、事務用で使ってるイヤホンにはなるんですけども、この商品自体は、ブラックフライデーの先行セールで8%オフで購入できます。結構お得ですね。他にも iPhone50 Pro ですね、256GB。 これが154,800円。まあ、高いですけども、それも11%オフで購入できちゃうので、まあ、購入する段階で在庫があればいいんですけども、まあ、この時期からですね、ほんと USB-C になったので、USB-C の iPhone が欲しい方からすれば結構ありですよね。けどま、あこれについては結構在庫が早くなくなるイメージがあるので、僕が動画をアップしてる時点でなくなってたら大変申し訳ないんですけども、iPhone とかも結構お得に買えちゃいます。一応リンク貼っておきますね。あとは iPad Air の11インチで 128GB のタイプ。こちらも先行セールで、 88,800円で買えると10%オフで購入できますよとということですのでこういったアップル製品が安くなるのはもちろん Amazon のデバイスも安くなっておりますしあとお水であったりプロジェクターなど様々な商品が今回のブラックフライデーの先行セールで安くなっておりますのでそういえばこれ欲しかったなとかこれ買い替えたかったんだよなとかこの商品はストックしておきたかったんだなというものがあればこのタイミングで購入するっていうのもありかなと思います続きまして4番目これは結構いいんですよ Amazon ギフト500ポイント ということで、それがこちらでございます。Amazon ギフトカードを買うと、最大500ポイントがもらえる対象者限定のキャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンですね、対象者限定になるので、参加できない方も中にはいらっしゃるかと思います。僕はですね、なんと対象だったんですよ。最近これ系のキャンペーン弾かれること多かったんですけども、僕はね、ちゃんと入っておりまして、購入金額が5000から9999 99円であれば100ポイントの Amazon ポイントがもらえる、購入金額が1万円から19999円であれば300ポイント、購入金額2万以上で それは500ポイントの Amazon ポイントがもらえます。これは正直ですね、もう2万円分購入して500ポイント獲得するのが一番いいかなと思いますね。参加方法至ってシンプルで、まずはエントリーボタンを押す。その後に Amazon ギフトカードの購入。その後にポイントを受け取ると、キャンペーンが終わってから1週間後にポイントが付与される。で、付与されるポイントが期間限定ポイントなんで、付与されたらなるべく早く使っちゃいましょう。今回のキャンペーン対象商品なんですけども、E メールで送るタイプと PDF を印刷するタイプ、これらが今回ね対象の Amazon ギフトカードとなります。なので ご自身に買うのはも,もちろんですし、こちらに出てるようなお祝いとか、誕生日とか、サプライズであげたい時とか、そういった時に、このキャンペーンは結構使えるんじゃないかなと思います。なので、今一度、このキャンペーンページをタップ、クリックしていただいて、ご自身が対象か対象ではないのかっていうのをですね、チェックしていただければと思います。僕は2万円購入して500ポイントを獲得しようかなと思っております。次、5つ目は、各種ギフトカード500ポイントということで、それがこちら、Amazon ギフトカードとは別なんですけども、ブラックフライー対象 社限定で各種ブランンンンドドギフトトカーーを買ううとと500ポイントがもらえるといいキャンペーンでございますこのキャンペーンはエントリーが必要となっておりまして、エントリーした後に各種ブランドギフトカードを1万円以上購入します。Amazon ギフトカードジャパン合同会社が販売する各種ブランドギフトカードをキャンペーン期間中に1万以上購入します。そうすることで500ポイントがもらえるという流れになっておりまして、参加するためには絶対にこのキャンペーンの対象商品を呼んでほしいんですけども、大きく2パターンに分かれておりまして、イーメールタイプと配信 配送タイプ例えば、E メールタイプクリックしてみましょうか。そうするとこんな風に出てきまして、例えば、Apple ギフトカードとかですね、Google Play のギフトコードっていうのが出てきます。なので、まあ、Apple 製品を購入するための Apple 貯金とかをされてる方は、結構このタイミングはありですよね。画面を下がっていくと、Netflix のギフトカードであったり、ループとか、Uber Eats や d i ズ n e y ラス u Unext や Line Store など、他にも、このようなギフトカードがこのキャンペーンの対象となります。なので、このページはもう Amazon ギフトカードは対象ではないので、気をつけてください。そしてもう一つの配送タイプの方です。 こちらに出ているような、ォートナイトのギフトカード、あとは LINE プリペイドカード、DMM のプリペイドカード、などなど、こういったのが対象となってきます。もし参加するということでしたら、ご自身が対象かどうかもですね、チェックしてエントリーをして参加してみてはいかがでしょうか。次、6つ目は、こちらのキャンペーンなんですけども、これ以前紹介したんですが、Amazon Audible 3ヶ月99円ということで、それがこちらの3ヶ月99円、キャンペーン開催中12月6日までということで、このサービスめちゃくちゃおすすめで、聞きながら読書を楽しむことができます。 できるサービスとなっております。プロの方がこういった本をですね。朗読してくれるので、もちろん見ながらね。読書するのもいいと思うんですけども、通勤通学中とかちょっとした。休憩中とか、そういった時にもうイヤホンをつけて、こういった朗読を楽しむことができるので聞きながらね。読書を楽しむことができるおすすめのサービスで、この amazon audible。月額1500円のサービスなんですが、なんと3ヶ月99円で使えちゃいます。これが12月の6日までで、もし audible。自分に合わなかったなと思ったら簡単にね。大会解約することもできますんで、一応このページキャンペーン。 一緒にに概要欄に貼っておきますで、なぜこのタイミングでオーディブルを紹介したかというと、僕以前の動画でこのキャンペーンをお伝えするのを忘れてたんですよ。楽楽ベビーペットプロフィール登録500円ということで、このオーディブルのキャンペーンページにちょっとですね、こういったのが付いておりまして、こちら対象者限定にはなるんですけども、3ヶ月99円キャンペーン登録で、楽楽ベビーまたはペットプロフィール登録者は500円分の Amazon ギフトカード獲得のチャンスがあるんですよ。このバナーをちょっとクリックもしくはタップをすると、こういったページに繋がります。 3ヶ月99円キャンペーンということで先ほどお伝えした楽ク,クベビーまたはペットプロフィール登録者は条件達成でさらに500円分のギフトカードがもらえちゃいますではキャンペーンの内容を見ていきましょう20万以上の対象作品を聞き放題でお楽しみいただける Amazon のオーディオブックオーディブルでは現在最初の3ヶ月99円でお楽しみいただけるキャンペーンが開催されておりましてさらに今なら楽ク,クベビーまたはペットプロフィール登録されているお客様限定でキャンペーン期間中の新規登録も含みます それでオーディブル会員プランに登録後オーディブルのタイトルを聞くと500円分の Amazon ギフトカードがもらえるプレゼントキャンペーンが開催されておりますなのでこれ正直対象者の方はもうほぼほぼタダでもらえるようなものになってるんでぜひ対象の方はね参加してみてはいかがでしょうかキャンペーン期間は12月の6日までキャンペーンの参加条件なんですけどもラクラクベビーまたはペットプロフィールに登録中のお客様、まあ、キャンペーン期間中に新規登録をされた方も含みまして Amazon のサイトから現在実施中のオーディブル 3ヶ月99円キャンペーンを利用してオーディブル会員プランに新規会員登録をされたお客様そしてオーディブル会員プラン登録後2024年12月13日23時59分までの期間にオーディブルのタイトルを30分以上聞いたお客様とこれを満たすことによって500円分の Amazon ギフトカードがもらえるということになりますなのでまあ、考え方にはよるんですけども状況を満たすことによってこの3ヶ月で99円を払ったとしてもこれがあれば実質ペ、ま、イ、あ できるようなね、むしろプラスでもらえちゃうっていうねことにもなっちゃうので、めちゃめちゃ強いですよねこのキャンペーン。えそしてちょっと続きがありましてその他ということで、Audible 3ヶ月99円キャンペーンで Audible 会員プランに登録いただくと、月の会費として会員登録時に99円がまず発生。で翌月および翌々月の更新日には0円が請求されまして、4ヶ月目以降については通常の月の会費1,500円が請求されると。なのでまあこの期間中だけ99円で使うっていうのも全然。 ありで,すで、いつでも大会することができますよ、ということですね。一応、大会方法は、先ほどお伝えしたように概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみに、ちょっと画面を下がると、この楽楽ベビーっていうプログラムとペットプロフィールは何じゃっていうことで、わかりやすく説明も出ております。楽楽ベビーっていうのは、ママ、パパの出産準備は育児がスムーズに進むようにサポートするためのプログラムとなっておりまして、お子さんの出産予定、または誕生日を登録して、予定の条件を満たした場合、お買い物金額の合計10枚まで対象のベビー用品が5%オフで お得に購入いただけるようになりまして所定の条件を満たすとマタニティベビー用品のサンプル品詰め合わせボックスが実質無料になるなどお得な特典を数多く準備しておりますよとそしてペットプロフィールっていうサービスについてはお客様がペットの情報を登録いただくだけで期間数量限定対象商品のクーポンがもらえたり登録したペット情報に基づく商品情報を紹介してくれると例えば10%オフのセールとかですね追加料金なしで使えることができますよということですのでここに該当される方はめちゃくちゃね相性のいいサービス 実なんじゃないかなと思いますね他にもね細かい情報についてはこのキャンペーンページに出ておりますのでこの Audible 99円に取り組まれる方がいらっしゃればこのラクラクビビーまたはペットプロフィールに登録をしてぜひね Amazon ギフトカードをゲットしてみるっていうのはありなんじゃないかなと思います一応こちらは対象者限定のキャンペーンとなっております続きまして8番目 Amazon ネットスーパーということでそれがこちらブラックフライで Amazon ネットスーパー11月29から12月の6日先行セールは11月27から始まっております こちらはご自身が住んでる地域のところで、ネットスーパーが対応していれば、このサービスを使うことができるんですけども、ま、適当にね、ちょっと僕郵便番号売ってみたんですが、ここの地域であれば、アマゾンフレッシュであったり、ライフが対象となっております。例えば、アマゾンフレッシュであれば、例えば4000まで何度でも使える全品15%オフのクーポンが出ていたり、あとはいろんな商品もめっちゃ安くなっておりましてね、注文確定時に50%割引をしてくれるっていう、ちょっと羨ましい。そして、同様にライフに関しましても、最大50 ーンンオフままでしててくれれるというアンペーンが開催されておりますなかなかね、ネットスーパー使う機会っていうのは、ないっていう方からすれば、もう縁はないと思うんですけども、ちょこちょこ利用されてると、そういった方からすれば、結構お得に使えるんじゃないかなと思います。毎回買って帰るたびに、両手塞がって、重いから、ネットスーパー楽ちんなんだよねっていう方からすればね、かなり使えるサービスだと思いますんで、これについては、ご自身が住んでる地域が、ネットスーパーに対応してるかどうか、まあ、この住所によるので、おそらくもうほとんどの方が入力されてると思うんですけども、 した後に概要欄にあるネットスーパーのリンクをタップして住んでる地域がネットスーパーに対応してるかどうか今一度ぜひねチェックしていただければと思います次9つ目 Amazon フォト2000円オフクーポンということでそれがこちら Amazon フォト t o というサービスがありましてプライム会員向けのフル解像度で容量無制限のフォトストレージっていうサービスがありますこれはプライム会員に含まれるフォトストレージで写真をバックアップして2000円分のクーポンをゲットしましょうということなんですけども残念ながらね僕はキャンペーンの対象 で、このサービスを使えば、容量無制限のフォトストレージの特典を利用することができますよと。で、このキャンペーンについては、11月28日までとなっておりまして、まあ、動画をアップするのが27なので、明日のね20、23時59分まで参加することができます。対象の方は。本キャンペーンの対象は Amazon プライム会員になっておりまして、Amazon Photo を通じて1枚以上の写真を初めてアップロードした方が、お客様となりますと。細かい条件につきましてもね、このページに出ておりますので、まあ、ちょっと興味がある方は、概要欄をチェックしてください。 していいただければと思います次10番目、再び購入商品一覧ということで、これどういったことかというと、Amazon の注文履歴の中に再び購入っていう項目がありまして、ここにアクセスすることで、ご自身がこれまで購入した商品が現在セール中なのかどうか、再度購入するものがセール中かどうかっていうのをなんと確認することができます。これ結構使えるんですよ。例えばですね、僕であれば、以前も動画で紹介したことがあるんですけども、国産の Amazon ブランドの玄米ご飯であったり、これはね、今回のブランドの ブラックフライデーはキャンペーンではない,ないっぽいんですよ。先行セールでは。あとは炭酸水はちょっと安くなっておりますね。ブラックフライデーの先行セールではないけど、もともと結構安くなってると。で、ちょこちょこ動画で紹介してたナッツですね。こちらはブラックフライデーの先行セールで28%オフで購入できる。これは結構お得ですね。もう少し下がると、大豆のプロテインですね。そういうプロテインも購入したんですが、これはそんなに安くなってない。あとは猫ちゃん用のトイレ、実家で猫飼ってるんで、僕はたまにトイレを買ってあげるんですけども、これはマジでおすすめです。デオトイレは。全然臭わないんですよ。なのでね、Amazon で安くなってる時 に購入してあげたりするんですけども、ちょっと今回のセールでは安くなってはないっぽいですね。いいレモンの炭酸水、これはブラックフライデンの先行セールで安くなっております。1本50円で購入できるってめっちゃお得ですね。あとは過去にですね、こちらのソイプレーティンも購入したことがあったんですけども、これも15%オフで買えたり、あとはバブンもね安くなっております。他にも以前これ動画で紹介したごま油、これもね結構おすすめなんですよ。あとはウェットティッシュですね、これが安くなってるというような感じで、これまでご自身が購入してきた商品が今回のブラックフレイデン先行セールで なってるかそういえば、またこれ買いたかったんだよなっていうものも、絶対一つはあると思うんですよ。これはハマって定期的に購入してるとは。けど、そういえば、セールかどうか確認するのはめんどくさい。けど、注文履歴からであれば、すぐ見れるかもしれないっていう時。っていう時に、このページはめっちゃ役に立つんですよ。このようにね、ホエープロテインも安くなってるというのもわかると思いますし。あとは、タオル研究所のタオルですね。これもおすすめなんですよ。今まで僕が購入したものをね、ここで晒してるので、結構恥ずかしいっちゃ恥ずかしいんですけども、すぐにこのように確認することができるので、ぜひね、再び購入しようか、とか、思ってた 方はこのページからチェックしてみてください一応概要欄にあるリンクからタップしていただければ直接ご自身の購入リンクに飛ぶことができますのでこちらからアクセスをしてご自身が1回購入したものがセール対象商品になってるか見てみてはいかがでしょうか続きまして11番目 Amazon プライベートブランドそれがこちらでございます Amazon プライベートブランドっていう商品があるんですけども、まあ、先ほど紹介したね僕パックの玄米とかでも Amazon のプライベートブランドですそういったプライベートブランドの商品ってほんといろんな商品が安くなってるんですが今回のブラックフライで のキャンペーンについては、まあ、例えば電池とかラベルレスの炭酸水、こういったのが安くなっております。他にも hdmi のレベルであったり、ハンガーとかも安いですね。他にもプロテイン餃子って初めて見たんですけど、これ美味しいんかな？あとはモニターアームなどなど、そんなにメーカーとかこだわりがなければ、結構 amazon のプライベートブランドでも使える商品があったりするので、まあ、これは結構欲しかったんだよな。とかまあ、シンプルなデザインだし、これでいいかな？っていう方がいらっしゃれば、このプライベートブランドの商品も個人的におすすめっちゃおすすめです。一応こちらの一覧のリンクに。 概要欄に貼っておきますんで、気になる方はチェックしていいただければと思いますでこれ以降はね、以前動画でお伝えした内容なので、もう本当に簡単にだけお伝えしていきます。12番目、紙書籍最大20%還元。それがこちら、紙書籍まとめ買いキャンペーン12月6日までっていうことで、 ポイント還元率が3パターンに分かれてるんですけども、2冊から4冊購入すれば最大2%パー、5冊から9冊購入で最大5%パー、10冊以上購入すれば最大10%の還元率となります。ーン期間は12月の6日まで、参加するためには必ずエントリーをしてください。紙書籍以外も、こちらの Kindle の止め買いキャンペーンも同様に開催されておりまして、こちらは最大で15%までポイント還元率を上げることができます。この場合は12冊から15点以上購入という条件もありますので、まあ、紙書籍が好きな 方はこちらを使ってキャンペーンにトライ主に電子書籍 Kindle しか使わないっていう方はこのキャンペーンに参加するということでもいいかなと思います次13番目他書籍セール情報先ほどお伝えした Kindle 本と紙書籍以外のキャンペーンも開催されておりましてこの2番目のところですね値引きセールやポイント還元キャンペーンでお得にタイトルを探そうということで Kindle 本セール最大 70%, 70オフであったりあとは漫画とかライトノベル特集最大55%オフビジネス本も最大65% オフなどなどかなりね。電子書籍書籍関連のキャンペーンが今回力入ってる印象ではありますので、まとめてね。本を購入されたかったりとか、電子書籍購入される方は絶対にこのキャンペーンを活用してね。うまく購入してみてはいかがでしょうか？次14番目 d ポイント10%還元新規こちらはね。新規アカウント連携者限定になるんですけども、ブラックフライデーで d ポイントが10%還元されます。キャンペーンの内容はエントリーした後に amazon と d アカウントを連携してください。これは初めての方が限定となります。そして。 で、キャンペーン期間中にアカウント連携済みの状態で購入した D ポイント付与対象商品のお買い物総額が10%還元の対象となります。上限が500ポイントまでとなっておりますので、5000円分購入すれば500ポイントがもらえます。ちなみに、まとめて5000円以上ね、購入することによって、別で1%のポイントもね、付与されるので、きれいに5000円購入すれば、実質11%還元ということにもなります。なので、まだ連携されてない方はめちゃめちゃお得なキャンペーンとなっておりますので、このタイミングで取り組んでみましょう。この キャンペーンは12月の6日までとなっております次15番目 D 払い50%還元括弧抽選。それがこちら3000名様にあたる Amazon で D 払いを使うと利用総額の D ポイント50%が還元されるとキャンペーンとなっておりまして Amazon で D 払い決済する場合はドコモ回線を持っている方しかね参加することができないんですけどももしそこで D 払いで決済される場合抽選にはなるんですけども一応こういったキャンペーンが12月の6日まで開催されておりますなのでもし参加するためにはエントリーが必要となっておりまして1回に 税込み5000円以上お買いい物するという条件もありますでで参参加加されれる方ははエントリー忘ししてみてみいかがでしょうかもう少し続きがありまして、16番目、三井住友カード1000ポイント。これがこちらで、以前ね、動画でも紹介したんですが、ブラックフライデー第2弾、エントリー税込み5万円以上の利用で V ポイントが1000ポイント必ずもらえるというキャンペーン。これですね、動画をアップしているのが、本日11月27で、明日の11月28から12月の5日というキャンペーン期間となっておりますんで、まだ参加できませんので、気をつけてください。 もし三井住友カードでトライされる方は明日の11月28日となっておりますこのキャンペーンは お買い物集計期間中に合計税込み5万円以上使うことによって V ポイントが1000ポイント必ずもらえます。さらにお買い物集計期間にリボ払いとか分割払い2回払いのいずれかを1回以上利用することで抽選で10名に10万ポイントが当たるということですのでまあリボとか分割2回払いがうまく使えないっていう方からすればこれに無理に取り組む必要はないんですけどもとりあえずこれだけ参加するだけでも全然いいかなと思います。ちなみに僕はこれだけ参加する予定です。ということですのでもし参加される際はこちらのエントリーを 忘れず11月の28日かかから参加ししててみてはいかがでしょうか次、17番目。a m a z o ミュージック3ヶ月無料。それがこちら。Amazon m ミュージックアンリミ t ッ d 1ヶ月ではなくて、最初の3ヶ月無料で音楽が聴き放題のサービス。これは期間限定で1月10日まで開催されておりまして、このサービスはその名の通り、音楽のサブスクのサービスとなっておりまして、月額もともと980円で使うことができるサービスなんですけども、新規会員登録の方限定にはなるんですが、期間限定で 3ヶ月無料で使えちゃいます。で、このサービスもね、先ほど紹介した Amazon Audible と同じような感じで、いつでも大会会員登録のキャンセルを行うことができますので、ちょっと僕には、私には Amazon Music 合わなかったなっていう方がいらっしゃれば、もうここからサクッとできちゃいますんで、登録してみて、1ヶ月か2ヶ月後に大会っていうことも全然気軽にできますんで、とりあえずこれの対象の方がいらっしゃれば、参加してみてはいかがでしょうか。次、18番目、Kindle Unlimited 3ヶ月99円。それがこちらなんですけども、Kindle Unlimited 読み放題500万冊の電子書籍が読み放題。人気の漫画雑誌も豊富ということで、もともとこれは月額980円で使うことができるサービスなんですが、3ヶ月99円で使えちゃいます。激アツですよね。なので、このタイミングで kindle を買うのではなくて、アンリミテッドに登録してみたいという方、そこで初めて kindle を体験するというのもいいかなと思います。最近ね。僕ちょっと遠方に行くことがちょこちょこあるんですけども、この kindle アンリミテッドは本当ね。飛行機の中でも読むこともできるし、新幹線の中でもね。読むことができるので個人的にめっちゃ。好きです で、こちらのサービス、実際使ってみて自分に合わなかったら、サクッとね、会員登録のキャンセル、いわゆる大会もね、すぐできちゃいますんで、ちょっと実際使ってみて合わなかったら、サクッとね、会員登録のキャンセルもできちゃいます。次、19番目、ビデオサブスク30日間無料。これがこちら、初めての方限定にはなるんですけども、30日間無料体験、11月28日まで開催されておりまして、こちらに出てるような、東映アニメチャンネルとか、韓国ドラマ、エンタメチャンネル系、東映オンデマンドなど、これらのサービスを30日間無料で使うことができます。この このキャンペーン自体もすぐね終わっちゃうんですけども、11月28日の23時59分まで開催されておりますので、そういえば、ここのチャンネルでしかあれが見れなかったなとか、あの映画これでしか見れなかったなっていうものがあれば、このタイミングで登録をして使うっていうのもありかなと思います。そして、20番目、Amazon プライム1000ポイント。このサービスは簡単に言うと、こちらにある僕のリンクを使って Amazon プライムに登録をすると。そして、状況を満たすことで、紹介した方と紹介された方にそれぞれ Amazon ポイントがもらえるというプログラムになっております。 その条件っていうのは30日以内に Amazon で2000円以上のお買い物をすると。その後、60日以内にそれぞれに1000ポイントがもらえるということで、もちろんですね、僕のリンク使っていただくとめちゃくちゃ嬉しいんですけども、ご友人とかご家族でこの紹介プログラムに参加できるということであれば、そこから登録してもらった方が、お互いそれぞれ1000ポイントもらえちゃうということにもなるので、身近な方からですね、紹介してもらうともいいと思います。ちなみに Amazon プライムのサービスについては、年間プランであれば税込み5900円、月間プランで税込み600円と というサービスになっておりまして量の配送特典があったりプライムビデオっていうサービスが使えたりしますもう僕自身主にこのね2つをね 重点的に使ってるんですけども、もうネットショッピングの amazon が多いっていう方からすればめちゃめちゃね。使えるサービスとなっております。むしろもうほぼほぼの方が入ってると思うんですけども、ネットショッピングはもういろんな ec サイトの中でもぶっちぎりで amazon です。っていう方からすれば、もう amazon プライムはね。外せないサブスクのサービスかなと思いますんで、売りに入る必要はないんですけども、自分に合っていればね。このタイミングで入会するっていうのもありだと思いますね。そして21番目。これ以前の動画でも紹介した便利アプリプラグ、これちょっと以前の動画で紹介した時のスクリーンショットをちょっと利用させていただくんです。 ですけどもこここのののののアププリをを入れるるるととととによっっってててその商品がが今一番安いいいいかか高いのかっていうう確認すすできるプラグというサービスとなっておりますちなみに、これね、以前僕動画でお伝えし忘れたんですけども、このサービスは iOS、iPhone とかしかね、使ってる方しか使うことができません。Android の方は残念ながらね、使うことができません。まず使う際には App Store からインストールをして、インストールした後に画面の指示に従って、それぞれね、設定する必要があるので、まずそれぞれ設定してください。で うまく設定がで、ききると、とこここのよううに機能拡張は有効でででですす。す。いう表示がされますここまでできれままば、OK、ですでそこから、例えば、Amazon のブラウザ画面ですね、開くと、アプリではなくてブラウザ画面を開くと、このようなマークが出ておりまして、例えば、この Apple Watch で価格を比較するとなれば、この部分をタップすると、最安値が見つかりましたということで動画を撮影している時点であれば、Amazon であれば、63,491円でこの Apple Watch が出てるんですけども、aupay market だったら、61,000円、プラス送料で買うことができ できますよとかあとは、こちらのカードホルダーに関しては、ベストプライスですっていう風に出てきます。他の EC サイトであると、AU ペンマーケットであれば2581円、プラス送料無料で出てたりとか。でも、a z o n だと1999円で購入できて、プラス送料で購入できちゃいますよっていう、めちゃめちゃね、価格の比較がしやすいアプリとなっております。あとは、iPhone 15の 128GB、ブルー。こちらも、今見てる商品がベストプライスですということでね、他の EC サイトも出てるんですけども、のスクリーンショット上では、Amazon が一番安いですよっていう風に表示がされます。で この件についてコメントいただいたんですけども、このアプリを入れておくとバッテリーの消費が早いですというコメントをいただいておりました。で、これについてはですね、もうそれぞれご自身の使い方あると思うんですが、もうこのサービスを使い終わった後にアプリを削除するとか、そういった方法でもいいかなと思います。もうこの比較だけの時にインストールをして、使い終わったら削除するということでもいいと思います。もちろんね、入れっぱなしの状態でお買い物するもいいと思うんですけども、自分に合わなかったなとかも使う機会がそんなにないという方からすれば、一旦削除して、 様子見るのもいいかなと思いますねというような感じで合計21個でございましたそんなことで今回は Amazon ブラックフライデーが先行セール始まりまして以前お伝えした内容をさらにプラスアルファでお伝えをさせていただきましたこのね Amazon ブラックフライデーは本当今年一番のお得なキャンペーンかと思いますので何度もお伝えしてるんですけども無理に参加する必要はないんですがもう今のうちにこれだけ買っておきたかったなとかこのタイミングでこれ欲しかったなっていうものがあればですねお買い物する絶好のチャンスだと思いますで今回動画などお伝えさせていただいた 各参照リンクにつきましては、順番に概要欄に貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。